改築前の校舎土浦市立土浦小学校は、茨城県土浦市大手町にある市立小学校。略称は土生、土匠。1873年2月に開校し、2012年で、創立140周年を迎えた。土浦市の中心市街地に位置する。高知は、土浦藩の高級武士の屋敷地であった。近隣に、基城公園、市立博物館があり、 図画工作や総合的な学習の時間等で活用されることが多い。2014年5月1日現在の児童数は25学級673人。4年生以上はクラブに、5年生以上は委員会に入る。昔から土浦小学校の児童は玉木の子と呼ばれる。金色で一輪の輪を描いた交渉玉木が1902年に1月に制定された。 玉木和漢、和の意味であり、いつでもどこでも誰とでも仲良くできる、子供たちに育ってほしいという願いが込められている。効果は1935年、赤塚昌三郎校長時代に、小森軍事訓導が、詩人、野口宇城に作詞を依頼、作曲は平岡金氏が言った。宇城は、土浦に着いた日は、小森の案内で町を回り、その後2日間かけて一人で町を回って、 効果を作詞したという。完成した効果には、土浦城や桜川など、学区の名所を含めながら、交渉に込められた玉木の教育方針をうまく表現していたことから、当時の学校関係者は大いに満足したという。玄関前には、1976年の卒業生の建てた効果の可否が設置されている。各階の校舎廊下は100メートルを超える。また、 校舎改築工事が2014年1月15日に完了した。新校舎は鉄筋コンクリート構造3階建てで、延べ床面積は8095平方メートル。設計は横須賀三尾建築設計事務所。施工は株木山本特定建設工事共同企業体である。2018年4月より土浦第一中学校の学区の小学校として小中一貫校となる。 入学式は前期家庭入学式、卒業式は前期家庭卒業式となる。私立中学校へ進学する場合は、全員が土浦私立土浦第一中学校へ進学する。ありがとうございます。